漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。改めまして公式 Twitter 25万人フォロワー達成おめでとうございます。まあ今は25万人下回っちゃってますけど。そんなの関係ねえ。今回は先日の生放送終わりで、配布されました SS ボールの、ざっくり性能チェックを、してまいります。配布スタイルということで、そこそこのスペックで落ち着いた性能なのか？それともこないだのアントニウスお兄様のように、配布とは思えない破格の、性能なのか？ざっくり性能チェックを、してまいります。それでは早速やっていこうじゃないこ。てなわけで今回配布 SS スタイルとして、実装されたボール、公式 Twitter フォロワーキャンペーン実施の、2021年6月24日から、ちょうど1年で25万人フォロワー達成、改めて調整されて実装された新キャラ活新スタイルでございますが、果たしてその性能はいかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。器用さが 108% プラス16、素早さが 90% プラス12、知力が 91% と、配布スタイルにしてはかなり優秀な補正値ですな。ただそれ以外はまあ普通といった印象です。ボールのアビリティについて、よだめ補正はプラス 30%、さらに突の優勢で自身を、含む味方生存者の突属性の、よだめをプラス 10%、常時よだめプラス 40% で、連携攻撃時プラス 15%、OD 攻撃時プラス 15%、OD 連携時プラス 30%、最大は OD 連携攻撃時にプラス 70% となっております。よだめ補正に関しましてはここ最近の、ガチャゲンと遜色なしですな。そして味方全員生存時に、50% の確率で、回避する潜伏、火ダメ軽減アビリティはないですが、味方が全員生存さえしていれば、高確率で回避できるので、現当上くらいの高難度クエストなら問題なく、連れていけるレベルですな。ボールのスキルについて、BP5 で使える B 力突単体攻撃の、タヒネや、こちらは攻撃命中時、気絶付与のおまけ付き、BP8 で使える B 力突ランダム2回ファスト攻撃の、瞬速の早急、BP9 で使える SSE 力残突横一列攻撃の、イズナ、タヒネヤで3ターン連続単体気絶運用、もし単体で気絶が入るクエストが、実装された時には、気絶引率役として活躍できることでしょう。まあ最近そんな接待クエスト、全然来ないですけどねー。瞬速の早急で単体周回での、火力は、イズナの横一列一発や運用。とまあそれくらいですかね。周回引率で使うにはちと、微妙な感じがします。単体周回では使えないこともないですが、これより火力を出せる突の、スタイルは他にいらっしゃいますからねー。突属性のスタイルの手持ちが、少ないなら仕事があるといった感じですかね。今回、公式 Twitter 25万人フォロワー達成記念で、実装されたボール、スタイル補正よし、アビリティもスキルもなかなか、よし、といった感じですが、周回での引率役で、使うには微妙な感じ。2から3ラウンドの単体気絶周回クエストが、来てくれれば活躍できるでしょうが、最近はがっつり気絶で周回させてくれるクエストがないのが、ネック。ではありますが、現当上でならその性能を、発揮できるんじゃないこ。といった印象でございますな。BP ためと攻撃するターンが、明確に分かれている現当上であれば、単体火力、範囲火力どちらでも活躍できると、思います。現段階で実装されているクジン C、リアルクイーン、デスマスター、すべてのクエストにおいてアタッカーとして、活躍してくれることでしょう。弓の手持ちが少なくて現当上で、苦戦を強いられているプレイヤーにとっては、救世主的なスタイルになってくれることでしょう。てなわけでせっかくなんで現当上の、デスマスターで使っていきたいと、思います。陣形はデッドリーピアスかい？配置はこんな感じです。2番に今回の動画の主役の、ボール、ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、90% となっております。
イズナでの横一列火力として、採用しております。他のメンバーはこんな感じ。ついでに今回のガチャで入手したラベールも、使ってみたいと思います。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。では見せてもらおうか。念願の25万人フォロワー達成で、実装された SS ポールの、性能とやらを。1ターン目は適当に BP 試して、終了ですな。ラベールはとりあえずフロートインザライトぶっぱです。1回目の召喚タイム、ボールの絆を使って処理してまいります。幻闘場デスマスター実装時は、みんなで攻撃してなんとか、雑魚処理完了、といった感じでしたが、なんとボールと黒様の2人で、雑魚処理余裕でございます。これがインフレというものか、あんたも成長したもんだ。はい余裕、あとの3名でデスマスターを、削ってまいります。ボールだけで11万ダメージを、軽く叩き出してくれました。ほんまにこれって配布スタイルなんですか？アントニウスお兄様の時にも、思いましたが、下手なプラゲンよりも、いや、下手なフェスゲンよりも仕事してくれるかもですな。ではでは次の召喚タイムまで加速。潜伏がいい仕事してくれますな。味方全員生存してくれてる限り 50% の確率で回避してくれるので、そんなに回復の必要ナッシングです。ライフスティールも回避してくれるので、あえてタゲが集まるところに配置するのもありですな。続きまして召喚タイム2回目。さっきと同じ感じで処してまいります。はい余裕、圧倒的ジョノイコアガ軍は。してやったりといった感じですな。もっとボール狙ってくれてもええんやで。OD が溜まったんでガードアップされる前に、OD 連携で削ります。ボールも攻撃に参加させたいところでございますが、BP 温存させておきます。いい感じに削れましたな。ボールと黒様で雑魚処理できるので、他の3名の BP 管理に、頭を悩ませなくていいのがかなり良きです。ではでは次の召喚タイムまで加速。ボールと黒様で雑魚処理していきます。ここで OD 使うかどうか、悩んでますが、火力アップのために使っても、よかったですな。まあ連携を来てくれたので、結果オーライです。デスマスターの HP も虫の息、次のターンでいけそうです。ラベールとポールの OD 連携で、とどめといきまっしょい。
ってな感じで現登場です、マスター。召喚タイム3回目終わりで、撃破。こんなにサクッと攻略できるようになったんですな。ちなみにリアルクイーンでも試してみたのですが、2回目の繁殖前にアリ駆除できました。これがインフレというものか、あんたも成長したもんだ。以上、ボールのざっくり性能チェックと現登場で、使ってみた動画でした。現登場で使ってみた感じですと、結構活躍してくれるいい感じの、スタイルですな。今回のガチャで実装されたとあるフェスゲンよりも、使いやす、おや？誰か来たようだ。スタイルレベル50分の、ゴルピ、全技覚醒用の秘伝書も、配布されてますので、まだ弓の戦力が心もとないプレイヤーにとっては、十分戦力になってくれるはずです。なもんでぜひ育てて使ってみてくださいませ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、